こんにちは。就職支援会社出会い場カンパニー代表の清水です。今日は魅力的なガクチカの作り方というテーマ、いくつかのこのチャンネルでですね、基本的なエントリーシートの書き方っていう構造についてご説明したんですけど、それをどうやって魅力的に見せるのが重要なのかっていうことを今日ちょっとお話しします。でね、これ前にも話したんですけど、テーマの選択とコンテンツっていう部分でいうと、よくある取り組み、独自のある取り組み、よくある話、独自性のある話っていったときに、もちろんこれが一番いいんだよね。独自性のある話で独自性のある取り組みをしたっていう話をしてほしいんだと。しかしそうは言ってもね、八嶋さんね、独自性のある話ってなかなかないですよ。そうだよね。そうするとね、ここの4証言の中でいうと、よくある出来事、テーマでよくある話ってダメなんだよね。でね、なかなか独自性のあるものってないんだけど、よくある話なんだけど、少なくとも独自性のあることをしたって、こっち側に行ってほしいんだよね、ここよりは。だってせっかく独自性のあることをしたんだったら、ね、独自性のある取り組みじゃないとここは入れそれないから、まあこれがあんまなかったんだったら、少なくともこの状況にはしてほしいっていうことだね。じゃあそうするとね、あなたたちがどんなことをやったかっていうのは、まずパッと何をしたか、そしてもう一つ重要なのは、何をしたかっていうのは、やった内容の説明なんだよね。それにさらに、どんな風にやったかっていう、このハウの記述をもっときちっとするってことに意味があって、ファットっていうのは何かっていうと、まずね、商品、こう例えばこれが化粧品の会社の中で自分が何かをしたみたいなことだとすると、商品の情報を覚えたり、自分で使った使用感も一緒に押されるように知った、こんなことした。でもどのようにっていう工夫を伝えるときに、例えば化粧品の部分をもっと覚えるためにね、メーカー主催のセミナーに行ったとか、試供品を全部持ち帰ったみたいなことで、ハウの部分の記述をもっと頑張るってことが重要だってことだよね。でね、実際にその活動を通してどうなったのかってことを必ず言わないといけない。でやってどうなったの、そうだね、成果がないと意味がない。成果には2つある。定量的な成果、これは具体的に指名せるやつね、トイック900点を取った、500人以上の来場者を達成できた、学内の大会で準優勝したとか、これがメジャーなものであればあるほど別に説明しなくても大丈夫ね、みんな知ってる。例えばインターハイで優勝したとか言われた瞬間に、もう別にその中の行動を説明しなくても済んじゃう。成果は重要でね。定性的ってどういうのかっていうと、お客さん、固定のお客さんがつくとか、感謝の手紙をもらったとか、サークルの雰囲気が良くなったっていう、数字で示せないもの、特にね、この数字で示せないものを最後の成果と挙げた場合っていうのは、例えばね、サークルの雰囲気が和やかになりましたって説明して、それって何なのって話になりやすいんだよ、ね、そうすると、この部分を言うときに注意しなきゃいけないっていうのは、皆さんが使ってほしい手法は何か、ビフォー&アフターありますね。最近はテレビでもどうかな、昔ちょっと前は皆さんビフォー&アフター見たことがあると思うんですよ。あれですよね、ボロボロの家、おじいちゃんおばあちゃんが住んでるボロボロの家がね、すっごく綺麗な家になった、あのシリーズ、必ず最初の状況を見せるでしょ。そう、あれね、お金を払って出来上がった最後のとこだけ見ても誰も感動なんかしないんだよ。感動するために2つのことをまいてる。1つはありえないような感じの状況の家なんだよ。そしてもう一つ、おじいちゃんおばあちゃんがこうこうこういう風に苦労してたって、その部分のビフォーを見せて、わかる、ビフォーを下げてるってこと。だからアフターが高くなってもハイライトされるってこと。これが手法なんだ、わかる。だってあれね、普通にあのおじいちゃんおばあちゃんが苦労しないでなんとかって話で、あの家を見ただけで、ただふーんでおしまいなんだよ。だからビフォーを下げることにアフターがハイライトする、ありますよね。何年か前に流行った、単なる勉強しなかった女の子の不良が慶応大学に入ったって話ありましたよね。そう、あれもそうなんだよ。あれはね、別にね、真面目な子で勉強できない子が少し努力してね、慶応大学に入りましたって言って、ビリギャルの話だけどね、そんな話書いたって誰も感動しないじゃん。だからね、すんげえ勉強しなくて不良でヤンキーじゃなきゃいけないの。ビフォーが下がるからアフターが入れる。だから皆さんがこの成果を見せる時の工夫点として、ビフォーを下げろってこと、ビフォーを下げるってことによってアフターがハイライトする、この手法を使いなさい。で、多くの人が
やってしまう失敗は何かっていうと、ビフォーを下げないんだよ。そうだよね、ビフォーが下がらないからアフターのところが高くないんだったら、ここのハイライトの差が出ない。だからこれが高くない、相対的に高くないもんだったら、こっちを下げて私バカでしたって言えるか言えないかな。こんなに最初はひどかったんだけど、これをやることによってここまで行きましたってことを言わなきゃいけないっていうことがポイント。例えばね、さっきのいいよ学習塾の話みたいなとこのとこで使わなければいけないときに皆さんが注意してほしいのね。例えばよくあるんだよ、私は個別指導塾で生徒を教えて、ね、その子は志望校に受かりました。でそのためにこんな高校高校しました。志望校に受かりましたって言った部分だけだと感動はしないんだよ。そこで皆さんが注意しなきゃいけない、志望校に受からなきゃいけない必然性がどこかにないといけない。その本人の動機、ここがハイライトされなきゃいけないなんだね。例えばその子がどうしてもその学校に行きかった理由に特殊性があればみんながほーっとするんだ。いや実はね、その子のお母さんは実際にそこの学校を卒業してたんです。そこの学校はね、昔は大した偏差値じゃなかったんだけど、今は偏差値が高い学校になっちゃって、お母さんと同じ学校にどうしても行きたいと思った。なぜならばその子はお母さんがこうこうこうで好きだったから、どうしても同じ学校に入りたいと思ったから、その子を同じ学校に入れることに意味があった、だから志望校に合格させることに意味があったっていうとハイライトされるってこと、わかる？そこが手法なんだよね。ビフォーアンドアフター以外にその人がどうしてそこに入んなきゃいけなかったということの部分がハイライトすれば、なるほどそれは感動するね、じゃあどうしても入れなきゃいけないんだなっていうことがハイライトする。そういう形を皆さんが使うことによって、ふーんってことだよね。その使い方を学んでほしいということですね。一つが定量的な部分だね。で皆さんが注意してほしいんですよ、無理な定量化よくするんだよね。何かやっぱり数字で表すべきだとか言ってね、無理やり数字で表すんだよ。それ嘘くさくないみたいなあるんだよ。私ね、新入生を入れる係になって、でそれのリーダーとして前年よりも数字が良くなりました。おー何人入れたの？はい4人です。いや言ってる意味分かんない。あるんだよ4人をさ新刊で入れたからって、なんかすげえのみたいな。でも去年は2人だったんです。そもそも言ってる意味わかんない。いい？無理して定量的にするなと。定量的でインパクトがない話をさ、そんな風に無理しないで。そしてもう一つ起こすテーマ、何？因果関係ねえじゃんそこにと。私がこんな努力したことによってって言うんだよ。いやいや、その努力したからそうなったの本当にっていう話がよく起きる。それってさ、その成果と関係ないんじゃないのっていう話がね、よく引き起こるんだよね。ね、店の売り上げをアップするために私はこんな販売促進の効果を取って、これをやったことに一着になったんです。いやいや、その販売促進の効果で1位なんかなんないと思うんだけど。いい？皆さんがよくやる間違いは、無理な定量化、不適的な因果関係、これをすると相手側が見ててそんな風にはならないと思うよって。どちらけ、そもそもエントリーシートでそのどちらけなことを書いた瞬間に、それで面接行った瞬間にさらにダメージでかいんだよ。だからよくあるのね、清水さんもうエントリーシート出しちゃったんですけど、今の面接対策講座聞いてて私これでやったらまずいと思うんですよ。そのとおり、これどうしましょう、前と同じだせ、前と同じでやったら落ちますよと。じゃあエントリーシート書いた時にはね、私はこうだったんだけど実際にはこうだって、それあれはねちょっと時間がなかったからこう書いちゃったけど本当はこうだったんで訂正しなさいね。まずエントリーシートを書くときに、皆さんが後で面接でも聞かれるんだから、きちっとこの辺の工夫をして、1、優秀なエピソードを選択しなさい。まずエピソードの選択間違えたら、ね、取り返しがつかない。そして具体的な行動の記述をして、無理な定量化はしない、行動的結果の因果関係を確認する、そして皆さんが成果に対しての部分を書くんだったらビフォーアンドアフターという手法を使え、そして定量的なものの内容だった場合にはなぜこれが重要だったのかってことなんだよ。で志望校に合格することが重要だった、なぜならばって分かれば、なるほどななんだよ。そこの納得性が最も意味がある。そこのとこの部分を皆さんが注意して、自分の学知化をよりブラッシュアップしていいものに変えてください。それが魅力のある学知化の書き方です。その辺を注意して実際に書いてみてください。以上です。